こんにちは、砂川です。今日も動物の森やっていきたいんですけど、こうやってね、前回言った砂川城をね、ちょっと作っていってる途中ですね。この土台の部分だけ作って、あと角にこうやってこんな感じで瓦を置いていくぞみたいな目印だけつけてこうやってやってるんですけど、あのね、ここ今さ、地面からさ2段目じゃん。で3段目に上がって、でここにいい感じにさ、温泉とかなんか竹林とかを作って、さらにこの1個上に登ってやっとお家があるみたいな。お家に行くのをあえてめんどくさくしたかったんですよ。山を登って登ってやっと奥に俺ん家があるみたいな。まあお城ってそういうもんじゃん。それで上に家建てようとしたらね、でここ登ろうとしたら、これ以上高いところに登るのは危ないよって言われて、4段目以上はいけないらしいんだよ。作れるんだけど、ちょっとこれ想定外でさ、計画完全に崩れたからどうしようかなと思って、ここに竹とかを置いて暗くしていい感じに、そのやっと山の奥地に行って家があるみたいな感じを作りたいので、とりあえずまずこの崖を崩して土台作りをしていきましょう。はい、とりあえず崖を崩して、そしていい感じに置けそうな家具をここにひとまず置いておきました。ここからね、まあお家を置く場所を決めたりだとか、その周辺の家具とかを整備していきたいと思います。下にもね、石畳とか引かないといけないからね、この瓦の和風の柵も立てないといけないし、やることいっぱいあるんで、ここからせっせと頑張っていきましょう。このシーサーも飾りたいからね。とりあえずまずは家の後ろにこうやって柵を立てていきます。ここは、あ、すごい、よくできてる。これでいいか。あー、オッケーオッケーオッケー、いい感じだね。今度は竹を植えていきましょう。竹を植える穴を、家の後ろは等間隔でいいか。家の周りをできるだけ暗くしたいんでね。あ、ちょうどいいね。竹を植えていって、ここはかなり竹を密に植えていくか。なるべく密集させて、家の後ろから空がなるべく見えない、本当に森の中にあるような感じにしたいから。あー、近すぎたらダメなのか。斜め隣は植えられないんだね。まず家の場所決めよっか。じゃあ家がここに立つと、で竹の隙間を石畳にしていこうぜ。砂がいいかな、石でいいかな。あ、でも石でいい感じ出てるね。石畳でいい味出してるんじゃない、これ。こんなもんでいっか。両端にはこの誰得かわからないこの竹のびっくり箱でも置いておこう。これね、触ったらね、こうやってびっくり箱でなんかかぐや姫出てくんだよね、これ。生まれてしまったこうやって戻るんだ。2匹同時に産んでみようぜ。これで生まれた。どうし、どうし、生まれる、生まれる、見える、見える。あはははは、かぐや姫2人生まれた。あー、1人閉じちゃった。今後一切開けることはないでしょう。で、とりあえず柵を立てといて、横どうやって埋めようかな。何置こうかな。この竹のスクリーンを置きたいと思ってんだけど、どう置こうかな。手前側に置いて後ろが見えなくなってもな。思ったより後ろ結構スカスカだな。今タケノコのランプを大量に作れないんだよな。アンドン、アンドンを、あ、間にアンドン置こうぜ。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。ここ家で隠れて見えないから、ここに、あ、いいな、ここにも置きます。アンドンたくさん必要だな。俺昨日ね、視聴者さんから家具をたくさんもらう配信やったんでね、おかげさまでこのアンドンとかいろいろ揃ったんです。くださった方本当にありがとうございます。助かりました。これからもやっていきたいね。悩むなぁ。でもこの悩んでる時間が楽しいね。あ、いいじゃん。アンドンのちょうど間に、アンドンがギリ見えるぐらいの配置で、これでいい感じじゃない、これで。あ、いいね。あ、いい味出してる。庭石をポンと。庭なので。石って美しい。俺最近ね、石が好きになってきた。俺なんか庭作ってさ、石を、綺麗な石を並べる庭作りたい。あの、自分でね、リアルでね、動物の森だけじゃなくて。これでいいか？まあまあまあ、いいんじゃないか？ここ何置こっか？ここ、しがらき焼き置く？どうなんだ？これをここに、家の横にこれを置くのは。結構良くない？どう？あの、タヌキ見えないな。待って、タヌキを、もうちょい手前。なんか、もうちょっと絶妙な位置、もうちょ、奥すぎ、手前すぎない？これは。これは奥すぎるんだよ。いや、これはタヌキとの兼ね合いの問題だから、しょうがないっちゃしょうがないんだけど。まあ、いっか。しょうがないか、これぐらいは。あとは手前の部分を作っていくか。はい、とりあえずね、石畳を敷き詰めていってるんですけど、家の前に、あえてここにね、和風の柵を置くことで、
ちょっと回っていかないといけないという手間を加えることで、城下町感というか、まあ、城のね、城って簡単に入られちゃ困るわけじゃないですか。この城を守る壁としてね。そしてま、ここにお風呂とか置くんだけど、なんかお風呂出てさ、すぐ家があるのも変じゃん。ってことで、あえてこの正面に、家の正面に壁を置くという演出をしてみました。まあこれ完成してみないとわかんないんだけど、完成して微妙だったらまた外します。ということで、とりあえずここにお風呂を作っていきたいと思います。はい、俺お風呂置こうとしたんだけどね、やっぱこの城下町感を演出していくにあたってお風呂があって、すぐね、お城があるってなんか変だなぁと思って。まあ、お風呂はまた別で作るか。温泉街とかは別で作ろう。で、この辺はさ、もうさ、石とか置いてさ、この余白を楽しむとか、余白をうまく使うというか。これもね、いや敷き詰めていれば美しいってもんでもないからね。余白は余白で美しい。あ、いいじゃん。ここにアンドンとか置こうぜ。いいんじゃないか？あ、でも、アンドンと石碑が近すぎんな。ちょっと来にくいな。ここだけ。あ、でもこれでね、隙間が見えちゃうのもダサいんだよね。いや、この柵はつけよう。ほんとはこの奥にでっかいね、お城が建てられたらいいんだけどね。まあ、お家のデザインには限界があるということで。お城にしたいな。なんかさ、エクステリアも舞い出たとかできたら俺本気で作るんだけどね。まあ、こればかりはしょうがないね。やっぱこの角がダサいんだよな。これどうにか隠せないかな。これをさ、寄せてさ。あ、これでいい感じに角が隠せる。いいね、これ。天才かもしれん。よくない？あとね、家をね、本当にお城にしたいんだよな。お城らしいのドアとこの色ぐらいだから。瓦屋でももっと本当に瓦って感じにしてほしかったけどね。石碑は、あの横の道じゃなくてど真ん中にドーンって飾ろうと思って余白を楽しむ。ただネックなのはこのね、階段が若干ずれてる。階段って2マスだから、横家は5マスじゃん。だからね、どうしても左右どちらかにずれないといけないっていう、まあ、だからこそこの壁を置くことでこのずれを多少ごまかしてるっていうね。ただこの石、この石ばっかりはどうしてもずれちゃうな。ならいっそここの壁をこっそりもう一つ置いて、いかにこのズレとか、微妙なところをごまかしていくかだね。こうしたら石ど真ん中やる感じに見えない？人生いかにごまかしていくかだからね。階段登って、これ石ど真ん中にやる感じ出てるでしょ。まあ余白を生かすという意図はあるんだけど、ちょっと余白がありすぎるのもちょっと寂しいので、どうしようかな。ここが工夫のしどころですよ。柵をさ、こう立てちゃって、柵をこうしちゃえば、あ、いいんじゃない？ここにはね、シーサーを置く、シーサー。シーサーを飾って、まあ、竹でごまかすか。もう困ったらね、全部竹でごまかせばいいんだよ。ポンと植えて、パンダも飾っちゃおう。で、ここにさ、あの、草とか置いちゃおうぜ。オッケーオッケー、これでいいな。よし、じゃあ反対側も似た感じに変えていきましょう。シーサーを置いて、オッケー。ここに露天風呂置いちゃう？どうだろう。竹に囲まれた露天風呂。置けるかな？置けてくれ。頼む。置けてくれ。置ける！おー、少々、いいんじゃない？よし、じゃあ終わりが見えてきたので、ここからは、ダイジェストでお楽しみください。はい、皆さん、とうとう、いや、長かった。本当に長かった。いやね、時間はかかったんですけど、ようやく、砂川城が完成いたしました。ということで、これ地図見てちゃんとさ、お城の周りに綺麗にお堀があるでしょ？あれで簡単には侵入できないようにして、まあ、左上の方まだ橋かけてないんですけど、ということで見ていきましょう。さあね、この橋を渡って砂川城へ入っていくと、で両サイドにアンドンがあってね、これね、夜見るとまたいいんですよ。で上はまあ、竹とか、石とか、苔蒸した岩とか、パンダとかね。まあ、いろいろ置いてます。石碑とかね。この角を折ってさ、アンドン置くのもめんどくさいんだよな。でも、1画面にアンドン3つあるのはどうなんだろう。ちょっとま、微調整はするかもしれないですけど。まあ、いいだろう。ね、この竹でね、和な感じを演出しながら。曲がっていって、ここにね、赤い和風の橋がかかっていて、まあ、やっとここの行き来が便利になりましたよ。お城だからね、簡単には入れませんよ。
ここにもしっかりと橋がかかっていて、まあ右の方に行けると。まあ右全然開拓してないんですけど。さあそして裏側から階段を上り、またぐるっと回ると、まあここからも来られるので、まあこっちもね左側何も作ってないんですけど、ここにも橋かけて、左何しよっかな、住宅街とかにしよっかな、まだね決めてはいないんですけど。ということで後ろから上がってこう回ることができると、こう回ってきて、お城だからねしっかりここでこのタケノコランプ2つとパンダさんがお出迎えということで、ここに行ってシーサー2匹ね、おいお前邪魔だということで入っていって、よくないこの余白をうまい具合に使った感じ、よくない？龍安寺の石庭みたいな。俺この感じ結構好きだな。で、この塀はね、俺やっぱ立てて正解だったと思う。右側にはこうやって温泉もあります。まあ、ここからはいけないけどね。右側には温泉もあって、そしてここをぐるっと回っていくと、砂川城にたどり着くと。まあこのお家の色とかもさ、まあお城にできるだけ近づけたらこれが最適解かなと。この色が一番マシかなと。まあね、形はもう洋風になってしまうんですけれども、まあしょうがない。後ろも通れますよ。ということでね。まあ昼見たらこんな感じです。これね、夜見たらもっと綺麗だからね。じゃあちょっと、夜の方に変えていきましょうか。夜の景色がこんな感じになります。ちょっと雨降ってて残念だな。まあいいか、雨降っててもさ、まあこの雨が逆に風情があるんじゃない？こんな感じでアンドンがたくさん光っております。こうやってね。見えるね。あの竹のびっくり箱光ってるの分かるよ、あれ。右側にあるやつ。あ、でもここだったら見えにくいのが残念だな。お、かぐや姫生まれた。あ、見えない。見えない。見えた見えた見えた。こんな感じでいいんじゃない？いい味出してない？結構これお気に入りなんだけど。降りていくか。せっかくだから。この絶妙な暗さが好き。明るすぎない。まあ、ここにアンドン2つ置いてもいいけどさ。明るすぎてもね、なんか違うじゃんね。まあ悪くはないけど、これない方がいいんじゃないかな。逆にさ、この石を際立たせるためには近くに何も置かない方がいいのではなかろうか。いや、これはやめよう。なんならこのタケノコのランプのとこアンドンでもいいな。まあいいや、しばらくはタケノコのランプで行くわ。左側もちゃんとお堀に囲まれていて。よくないか？頑張ってよ俺。この橋とかもね、この両方に明かりが灯っていて。まあ反対側も、まあ和風の橋だから反対側もアンドンでいいか。まあいずれやるんですけど。まあ三つあってもまあ、ちょっとうるさいかなぐらいで、まあ悪くはないね。こんな感じで、いいんじゃないでしょうか。ということで、砂川城をね、作ったということで、次何作ろうかな。とりあえずね、右下か右上に博物館は作りたいわけ。博物館に行く道をすごい険しい感じにして、恐竜の化石とかがたくさんあるようなものを作りたいんですけど、多分右上かな？で、住宅街は左側かな？まあ他にも、いろいろあるんですけど、とりあえずお城をね、できたということで一区切りついて、いやー、ちょっと疲れたからしばらくお休みかな？まあのんびりマイペースにやっていきますよ。大学もあるしね。はい、ということで、ここまでご覧いただきありがとうございました。また視聴者さんを呼んでね、一緒に散歩する配信とかもいいかもしれないですね。欲しい家具とかまた出てくると思うんで、今回は本当にアンドンが役に立ちました。ありがとう。アンドンないとこれもう無理だもんね。絶対ね。これから作っていくものに応じて欲しい家具がまた出てくると思うので、その時はぜひよろしくお願いします。交換しましょう。いろいろ。ということで本日の動画はこの辺りで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。